フローサポーですと。今季あった筋肉系の怪我から練習で大島良太。ああ、良太怪我してたんですね。毎年筋肉系で怪我しております。数々の選手やトレーナーとに出会ってきた本田選手はどうすれば彼らの筋肉系を再発しないで済むと思いますか。難しいこと言いますね。怪我する理由がわからないんで、何とも的確なアドバイスはできないんですけど、やっぱり理由をちゃんと突き詰めることです。そしてそれは解決できるということを諦めないことです。で、解決できます。確かに怪我しやすい体質とか筋肉のなんかあれとか、そのフォームがとかいろいろあると思うんですけど、でも怪我するのが運とかのせいにしちゃいけないです。実力です。Please follow it. Follow it.